皆さんこんにちは。ダイアログフォー・ピープルフォトジャーナリストの安田夏月です、えー。カルチャーから知る朝鮮半島のこと、今回も早稲田大学韓国学研究所金元木さんとともにお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早稲田大学韓国学研究所の金元木です。 よろししくお願い,いたしますさあ、今日はですね、テーマが在日コリアンの弁護士としてということで、えー、まず、あのこのテーマで皆さんにこうお伝えをしたいなというふうに思ったきっかけを少しあの皆さんにこう共有したいんですけれども、えー、実はですね、これを収録している、えー、今、NHK の朝ドラ「オラにツバサが話題でございます。 あの私自身もこう人生で初めてあの見ている朝ドラーなんですけれどもあのモデルになっているのがですね日本で女性として初めて弁護士となった三よし子さんがモデルというふうに言われていますが、えー、実はこのドラマの中では在日コリアンンの学友チェ・ヒャンスクさんが投資をしますもう当初から彼女がどんなふうに描かれていくのかということがあの私自身もずっとこう注目をしている点だったんですけれども。 であのこれをこう収録しているこう現時点ではですね、まあ、の日本のこう敗戦後になっているこう場面なんですけれどあのこのチェ・ヒャンスクさんが、えー、一度はこうあの退いていった法律の道にもう一度挑戦してみようということで法律の勉強を始めたんだっていう、まあ、そんなことにこう触れられているという場面でさあ今後 彼女がどんなふうにこう歩んでいくのかということが、えー、私自身もこうぜひ見ていきたいなという点なんですね。えー、このドラマからさまざまなこう構造的な差別だったりですとか、まあ、司法でのこう国籍の壁などを、まあ、初めて知りましたという人もいるかもしれません。えー、ちなみに、キョンモクさん、はい、虎に翼はご覧になっていますかいや、残念ながら私は今、海外におりまして、そうですよね。でできないんですけれども 私の周りのソーシャルメディアの反響というか投稿がですね、もう毎日これに関する情報がもう絶えないという状況で、<laughs> それあの大体こうどういう,こう展開が起きているのかっていうところまではフォローできていないんですけれども、ストーリーの登場人物にチェイ・ヒャンスクさんっていう方が、こうやってこう比重を置きながらドラマで描かれるっていうことは、本当に夏木さんが おっっしゃったように画期的な展開なのではないか、原作にここまであったのか、あるいはドラマの視聴者の反響を見ながら、このようなストーリーがもしかしたらもっと書き換えられつつも展開していくのではないかというような推測もしながら、あのー、今後、楽しみにしたいと思いますうんあの脚本家の方がですね、やはりこう透明化されてきた方々をこう描きたいという、とても強い意志をいろんなインタビューでこう語っていらっしゃったということもありまして、で これをこうあのぜひですね、虎に翼などであの興味を持ったこう方々がえ、この時代の差別ってどういうこと、司法のこう国籍の壁ってどういうことということをあのもっと知りたい、現代にじゃあ、地続きの差別って何だろうということを、まあ、興味の間口を例えばこうカルチャーなりということでこう広げていただいた方が、さらに知りたいということのえ一つに、この動画を見ていただけたらというふうにこう思っています。<laughs> ということでえー、今回はゲストに弁護士のクーリャーオクさんに、えー、ご出演をいただきますクーさんこんにちはこんにちはよろ,しくしよろしくお願いいたします さまざまなこうメディアで、クーさんのインタビューをこう拝読したりですとか、まあ、発信していることなど、私自身もこう触れてきたんですけれども、まずあの少しクーさんの,こうあの弁護士になられるこう経緯などからあの伺っていけたらというふうに思うんですけれども、まあ、いろんなところでこれはすでにあの語ってくださっているところではないかと思うんですが、クーさんご自身があの弁護士をこう目指すようになったこうきっかけというのはどういったことなのかということを伺えますか。はい えっとまあ、大きく一つ,つはですねちょっと私が生まれ育ったふるさとに関わることでしてあの京都府宇治市にあるウトロという、まあ、在日コリアンの集中地域で生まれ育ちましたでそこが結局あの土地の立ち退き裁判に関わることになるんですけれどもその自分が生まれ育った土地その在日コリアンコミュニティが裁判を起こされるという、うん まあ、そういった裁判に関わる経験を通じてあの、在日コリアンの問題を日本の法律を通して、やっぱりその専門家として関わっていくっていうのが非常に重要だなというふうにあの感じましたし、それが一つですね。で、もう一つはですね、私も、えっと、まあ、えっと在日、在日コリアンとして、まあ、小さい頃から生まれ育ちながら、 えっとまあ、朝鮮学校に通って、えっと、ちまちょごりを着てあの通学をしていたわけなんですけれども、うん、その時にまあ感じたさまざまな矛盾、まあ、いろんな嫌がらせだったり、まあ、暴言暴力等もありましたけれども一方でその社会的な差別をその子どもたちが受けているということに対して非常にまあ大きな矛盾とまあしんどさも感じてでさらにそのことに対して あの社会で声を上げたのが弁護士会だったんですね。うんうん、で私も「あ,あのこの大人たちは私たちの味方になってくれるんだ」ま「あ、弁護士会のことですけどそういったものをやっぱり実際見ながら自分もそういう活動をしたいというふうに思って弁護士を目指すようになりました。うん あの朝鮮学校のことだったりあのご出身のこうウトロに関してはまた後ほどあのしっかり伺っていきたいと思うんですけれどもあの先ほど NHK の「NH K のトラ虎の翼」ちなみにあのクーさんはご覧になってたりしますかあたまにあの YouTube とかであの一部だけとか、はい、あとニュースではよく見ますしあの両親とかしあの友達が送ってくれたりする、はい、いろんな。 エピソードとかはは見てはいますうん、うん、あの私自身はそこであのさまざまな差別がこうどう描かれるのかなっていうことにこう注目をしながらあの見ていたんですけれども、まあ、その中にあの在日コリアンのこう学友が登場するということもあって彼女の目線からいろんなこう差別構造がこう見えてくるんですね。であの過去ですねやはり在日コリアンは日本に、まあ、日本国籍をこう取得しなければ あのまあ、司法試験を受けることはできるけれども司法修習生となれないということで、まあ、あの事実上こう弁護士へのこう道は断たれていたということで、まあ、そしてあのそれが、まあ、現在では、まあ、あのクウさんのようにあの弁護士になられる方もいらっしゃるんですけれどもあの裁判官だったりあの検察官だったりっていうことにはあの道が開かれていないということであのクウさんご自身はこうしたあの 歴史的な経緯だったりですとか、今のご司法のご現状っていうのはどういうふうにご覧になってきましたかそうですね、まず、その弁護士、司法修習生になれないっていうことについてはですね、その驚かれるかもしれないんですけど、もともとそういう法律にはなかったんですよ。うんうん、つまりその法律とか規定に か外国籍の人はダメだという規定があったわけではなくてうん、うん、裁判所の最高裁判所が定めた司法修習制の採用選考要領という、まあ、いわば内,内部基準ですかねそこに日本の国籍を有しないものというふうに書いていただけであってでそれでまあ道が閉ざされていたわけですしあと法理論的にもそのなぜ外国日本国籍を有しないものが その司法修習生当時はなれなかったんですけど今は検察官、えー、裁判官になれないそれがきちんとした論理で法律上定まっているかというとそうではない状況なんですね、うん、で、えっと、その、まあ、歴史的経緯で言いますとその日本国籍を有しないものというそういう選考要領での結核自由はその,その後えっと金ンド弁護士が、うん あのまあ、戦って、たくさんの学者やあのいろんな市民社会で一緒に戦って、その国籍要項をなく,せなくしたことによって、今、司法収集にはなれると。で弁護士法にもね、国籍要件というのはないので、司法収集を経ることが要件ですから、うんうん、で当然、弁護士にはなれると。で、今度、じゃあ、検察官、裁判官ということについては、そのこれはまあ当然の法理という、法理であってないような、その名分規定のない。 まあ、えっと、判例上も言及されている、えっと、国家意思の形成に関わるからなれないんだ。外国人はなれないんだ。まあ、そういう説明がされています。で、まあ、ところがそれは、その、まあ、私自身はまあ不当だと考えていて、で、とりわけ、その、私たち在日コリアンはもともと、えっと、まあ、植民地支配の時代に、えっと、あ日本、 日本国籍者というか帝国臣民として扱われて、はい、その後通達一つでまあ国籍を奪われた立場でもありますので、まあ、そういった歴史的経緯からしてもその外国籍だから当然当然の法理というのはそういう意味なんですよ当然の意味なんだ、はい、もう全然そこはやっぱりかなりあの論理に飛躍があるんじゃないかなというふうには考えています。 なるほど、言わずもがなみたいなニュアンスですかね。うん、そうです、ここ当然の法律というのはもう当然だ、うん、ということです。うん。はい、今のお話、業目さん、いかがですか。はい、あのこれは弁護士だけの話ではなくて、国家公務員とかですね、あるいは学校の先生、国立とか公立学校のそのそういう教員の部分においても未だ当てはまる部分があるということを、もうこの情報を知らない方に。 対しては新しいい情報ですけども、ぜひとも知っていただきで、かつてそういういわゆる古い時代には日本人を,を守るため、あるいは外国人に対しての不信感というところからこういう資格を与えないっていう状況、差別条項ですよね。あったと思いますけれども、グローバル化の今日、これがどれだけ時代的な感覚からずれているのかということについて、 多くの人々がもう一度気づいていく必要があるのではないかなというふうに思います。あの、先ほど、キムギョンドク弁護士の話が出ましたけども、私のキムギョンムクの木の字を、徳っていう字に一文字変えて、えー、理解あの、覚えていただければと思います。あの、在日コリアンのコミュニティ、社会においては、本当に画期的な歴史的なあの人物という方ですので、 キムビョン先生のことはこれをもってまた調べていただくということも今おっしゃった通りそりグローバルな視点からもこう問題だしそれからクーさんがこうご指摘くださったように植民地支配下で一方的に日本人にされてしまった人々という,こう歴史的な経緯からもやはり不条理ではないかということはあの指摘をしなければならないところだと思うんですが。 あのそうしたその日本のこう植民地支配とそしてその,、まあ、その後のこう解放の中でどういうふうにこうアイデンティティをこを取り戻していけるかという中で、まあ、学びのこう拠点となった場所が現在のこう朝鮮学校のこう原点だと思うんですね。であの空さんがです、ね、あの弁護士としてその 最初にこう担当されたのがあのご自身のこう母校でもある京都朝鮮第一初級学校のこう襲撃事件2009年の12月からおよそ3度にわたってその在徳会と呼ばれる集団がこの学校を襲撃していったという,こう事件が起こりました。あのー 差し支えなければあの伺いたいんですけれども、先ほど少し触れてくださったとは思うんですが、あの、クーさんご自身もこう朝鮮学校にあの通っていたときに、まあ、様々なこう差別的なあの、まあ、言動だったりですとか、あのそういったものをこう受けたというふうに伺っていたんですが、あのよろしければあのどんなこう経験をこの在学中にこう経てきたのかというところも伺っていいですか えっとまあ主にですねそのタイミングとしては大体そういったその朝鮮半島での報道まあ例えば核疑惑ですとか南北の情勢がこう緊迫したっていうような報道が起こるたんびにほぼ必ずと言っていいほどその標的となるのがチマチョゴリを来た朝鮮学校の子どもたちだったんですね、うん、私もその家からまあウトロから朝鮮学校まで遠かったのでまあ電車 バスまあ乗り継いで行ってたわけなんですけどうん、うん、で大体多くの場合はやっぱり電車を乗ったり降りたりする時に私が今でも一つ覚えているのはすごくあの通勤ラッシュで混んでる時間帯ですよね。でこうみんなが降りたり乗ったりする時に私も一旦降りてでまた乗ろうとする時にこう後ろからその知らないおじさんが「なんか朝鮮人のくせに先乗るな」というふうに言って私は当時その。うん 中学2年生だったと思うんですけど、お兄テールをしてたんですね、うん、髪の毛。一つにくくっていて、それを後ろからバッと引っ張られて、でこう後ろにつんのめりそうになったことがあったんですね。うん、でその時にとっさに感じたのが、一瞬怖いっていうことだったんですけど、でもそれは0.1秒で、それ以上にあのもっと強くですね、そのなんて言うんでしょう。 これをもうこれ以上我慢できないという感情がふつふつと湧き上がってきて、うん、その人に向かって「駅長室行きましょうか」ってこう自分もなんかこう分からないぐらいすごい大きな声で叫んだんですよね。うんうん、それででの人もたじろいで でわっとなんかこう予測しない反応を受けたかのような恥じろい反応にあって,て周りの人たちもそうですびっくりして反乱されるとか思ってなかったかもしれないですねはいはいで私もなんでそんな声が大きく出たかわからないんですけど、うん、何かが爆発してでその時パッとシーンと静まり返ってでまあそのままもその場は終わって私もそのまま電車に乗り込んだんですけどで私がなぜその時 その爆発的ななんか大声が出たかなと思ったら、うん、あのねもうコリゴリアって思ったんですよねうもうコリゴリアの意味がですねその前にも例えば私が小学校6年生の時はなんかこうまたその時も朝鮮半島緊迫してそれでなんかこういろんな報道があってで日本全国で暴言暴行朝鮮学校の生徒に対する そういっった事件ががと起こって報道がなされてで私その時小学校6年生だったんですけど、うん、緊急集会みたいに朝に校長先生があの皆さん気をつけて登下校の時っていうような話があったりとか、うん、両親もねみんな心配をしてまあそういった緊迫した学校生活を送った時期もありましたしでその時に中学校からちまちょごりに変わるんです制服が。 小学校までは普通の一般のブレザーなんですけど私、うんはい、ちまちょごりを着るのをものすごく楽しみにしていたんです、うんうん、ところがそういった事件があまりに起こるのでもう制服を変えようとちまちょごりじゃなくてもう普通の服にそういう話が起こったのが6年生だったんですね、うん、私その幼いながらになんでというふうに思ってですね、うんうん、何か悪いことをしたのと で非常にそ,のそういった大きな疑問と矛盾を感じてすごくあの先生にも抗議をしたんですけどなんでですかというふうにで、まあ、そういったことがありでまたちょくちょくそういうことが起こるんですね暴言暴行事件が起こったりして私も通学路でそれ以外にもなんか舌打ちとか舌打ちをされるとかんかこうこそこそなんか後ろで。 なんかあ,れあれなんかちまちょうごにそうやなとかなんかそのそこそこそしてとかもそういう細かいことはまたたくさんあったんですね。うんうん、でだからそういうことが積み重なってそれでそのポニーテールを引っ張られた時のそのもうコリゴリアの思いがそういうあの大きな声を発するっていう行動になったのかなというふうに ただその時もそのことは親に一切言わなかったんですああで私が成人した後弁護士になって以降初めてこのエピソードを話してるんですけど、うん、あのその年になるまで私は一度も誰にも言わなかった話ですそれはなぜ話さなかったんですかその時はこここんななととて っていうふううふに思おうとしたんですようん、うん、私の祖父母や両親はもっと大変な思いをしたしうん、うん、さらにあの私は騒動事件で標的になったけれども先輩たちとか別の地方に住んでる在日コリアンの子どもたちはもっと被害を受けたかもしれないし、うん、なんかそういったコミュニティ全体の記憶や歴史を考えた時にこんなことなんでもないはずだと。 やっぱりそういうふうに一つは思いたかったですね。うんうん、それともう一つは、やっぱり両親、まあ、心配かけたくないし、自分はそんな弱いんじゃないっていうふうに、そのことを片付けたかったんだと思います。うん、うんはい ね、本当にこうその人のこう受けた被害だったりこう恐怖というのはあくまでもこうその人自身の,あのものであってあの例えばこう比べてこう私はもっとこう我慢しなきゃっていうことでは本来ないはずだけれどそれせざるを得ないようなこう状況がやはりこう社会的にもこう福さんのこう周りのこう環境といいますか空気感といいますかにもこうあって。 というなんかその構造的なこう問題とかあの背景もこうしっかりこう考えていかなければならないのかなと今のお話を聞いていてあの思ったんですけれどやはりそうしたことをこう、まあ、日本社会が一つ一つしっかりこう応答せずにこう積もり積もっていった中でやはりこうヘイトクライムって起きてしまうんじゃないかなというふうにこう思うんですね。で2009年の,こうあの襲撃事件は本当にこうひどい あの襲撃事件それもこう複数回こう繰り返されて、まあ、やはりこの、まあ、そこで核兵器を用いてこうまるで生きるに値しないかのような言葉を散々投げつけられた子どもたち学校関係者にとっては、まあ、本当にこう命を危険に感じるようなあの出来事だったと思うんですけれども。 あのここでマークさんがこう担当されて、まあ、学校側のこう代理人としてあの、まあ、この事件とこう向き合ってこられたと思うんですけれどもどうでしょうその刑事事件とこうあの民事裁判とがあ,のありましてそれぞれこう判決が出ていますけれど、まあ、これあのちょっとあの短くあのおっしゃっていただくのが非常にこう難しい点だと思いますが。あの この襲撃事件のこう判決というのはあのそれぞれあのグッズさん自身はどんなふうに受け止めていらっしゃいますかまず民事はですね特にあの京都地裁の判決というのは非常に画期的な、うん、あの判決で高く評価されるべきというふうに思っていますこの大きな理由としてはその日本で初めて人種差別撤廃条約 っていうのを引用して、それに基づいて、その日本の不法行為っていう、その日本の国内法上違法だと、つまり条約を引用しながら、今までの条約はその参照したりしなかったり、いろいろあったんですけど、もうそれは直接、人種差別撤廃条約という条約を国際法、国際人権法を引用しながら、国内法においてもこう,こうだから違法なんだということを正面から言ったという点と、 でそういうふうに在日朝鮮人、在日コリアンへの差別を正面から違法だというふうに言ったで。しかも条約に基づいている。で、さらに、えっと、損害賠償も過去の判例に比べると、かなり高額だったんですね。私個人的には、被害に対しては全然あの不足しているとは思いますが、ただ、過去の判例の基準に比べると、非常に高いあの認定がされたという点では、 画期的だなというふうに思っています。うんうん、そのベースのところからさらに控裁判決では、その条約の引用のところはちょっとこうえっと表現が変わりましたけど、でも一方で民族教育を受ける利益というものを法的な利益として認めたんですね。うんうん、で、それもまたこの長い日本の裁判の歴史を初めての ことでして2つの点においてこので、さらにそれが最高裁で確定しましたので、はい、もうその2つの点において、非常にあの画期的なあの希望を持てる判決だったというふうに思います。で、民事の方はそういう評価で、一方で、刑事の方は、その、なんていうんでしょうその、彼らが行ったヘイトの本質というものに、まあ、全然迫らずに、うん 特にその例えば人種差別撤廃条約なんかを見ると、その動機のところですね、差別的な動機のところをきちんと認定して、その行為の本質が差別なんだというところを、やっぱり刑事手続き上もあの認定していかないといけないんですけれども、まあ、日本の刑事手続きの限界もあって、まあ、全然その動機のところとか本質が差別だというところには全然踏み込まずに。うん、ただまあ 侮辱だったり、まあえっと、器物損壊だったり、今ある刑法天上の犯罪に該当するから、まあ、違法だというふうになった、まあ、そこはちょっと惜しい、その罪の本質のところに迫っていないところが若干惜しい判決だったかなというふうに思います。うーんしかもやはりあの判決などをこう見ていくと、その被告たちの あのまあ、ざっくり言うと、まあ、もし違法だって言うんだったら、やり方改めますみたいな、なんかそういう,こう言い分を、まあ、そのままこう反映してしまっているようなこう点もあってで、それって差別外線がダメっていうよりも、やり方によってはみたいなこう、ある種こう、そういう逃げ道を残してしまうようなこう形でしたよね。まさにあのおっしゃる通り、そこが一番大きな問題で。 そのやり方を間違えたねというような結論になりかねないですね、うんうん、でこれが本当に日本の刑事司法上の手続き上の問題なんですけど、その今ある法律の要件ばっかりをこう言っていくので、そうなるんですけど、でもこの罪の本質は差別ですから、そこの本質を見たら、やり方とかの問題じゃなくて、その行為自体がどういう方法であり許されない。うんうん やっぱりそこは法律の不備だったりあと検察官裁判官の経験不足もあり日本社会の経験がやっぱりまだ、うん、あの積み重なってないところもあってそういったその逃げ道を許してしまう判決になったのかなというふうに思いますうーん今のこの朝鮮学校襲撃事件をこう巡る経緯そして、まあ、の裁判のこう判決までお話しいただきましたけれども今日も奥さんいかがでしたか はい。今のお話を伺ってですね、民事においての画期的な判明が出たっていう判決が出たっていうことをとても嬉しく思いつつ、あのー、やはり民事と刑事がこれほどねじれが生じてしまうっていうことが、不安な状況として私に、歴、うん、じゃないんですけども、残るわけでして、で、こういう事件っていうのは二度と繰り返されてはいけないわけですけれども、仮に似たような出来事が起きてしまった場合、異なる裁判所で、 えー、違う判決はもう起きないという安心、素材としての判例として受け止めていいのか、民事においてですね、それともこれはたまたま善良な裁判官による判決に過ぎなかったのかっていうのが、若干やあの素人からは不安に思えてしまうんですけども、ここはグーさん、どうなんでしょうか、はい、この点、非常に重要なポイントなんですけれども、あの率直に申し上げますと、非常に残念ながら、 先ほど、金京木先生おっしゃっていただいた後者の方ですね。民事の判決が今、もう出て10年以上経ってますけど、あれがまあ特にそういうふうに判断したねという流れになってしまいつつあるのが、私、弁護士としても非常に力不足と、うん、なんて言うんでしょう、不甲斐なさと残念さを感じているところではあります。なぜかと申しますと、 あの画期的な判決が、京都地裁が2013年に出て、2014年に最高裁で確定したんですね。ところが、その京都の,その財特会によるその事件で、主犯格だったうちの一人が、何回もヘイトを繰り返してあの、刑務所に行った方がいるんですね。で、その方が服役して、すぐ出所してすぐに、2017年にまた同じ場所で、もう廃校となった朝鮮学校の跡地で、 同じような凱旋を行ったんですね、うん、そのことに対してあの日本の刑事法廷が公益、えっと、を図る目的があったと、うんうん、そういうあの間違った認定をして結局非常に軽い有罪判決が出てしまったんですね。うん、で今回それでいうと1234回目5回目だからさらに重くならないといけないところが、はい、被告人がいやこれはあのこういった テーマに対して自分が表現の自由の活動としてやったんだということを公益目的、日本社会のためにやったんだというふうに言いさえすればそれが通りかねない判例を作ってしまった非常にあの問題のある判決が刑事法廷で出てしまっています。なのでそこが非常に今危険な状況だなというふうに思ってはいます。うん、うん おっしゃる通り、こう差別と公益というのは、本来であれば相反するもののはずなんですけれども、なぜかそれがこう交易の範疇内に収められてしまうようなこう判決が出てしまったということ。私も非常にこう衝撃だったんですよね。で、民事裁判においてもこう。あのまあ、京都朝鮮学校京都朝鮮第一小中学校の子のまあ、判決が出た後もまあ。 同じようにこう画期的な判決が出ることもあれば、あの全くこう差別の本質をこう顧みないようなこう民事訴訟、民事裁判のこう判決が出てしまうということもあって、先ほどご指摘いただいたやはり、まあ、包括的な差別をこう禁止するようなこう法律もないですし、その法的な不備があると、どうしてもこの差別の深刻さというものに、民事訴訟においててもこうブレが出てきますよねそこのところがそうですね。今後の課題 ですしその私が実際、刑事、民事、えっと、被害者の代理をしながら感じたんですけれども、民事の場合は、原告の代理人なので、原告の弁護士、つまり私たちが、どんどんそのこの事件の本質について資料を提出しますよね、原告の代理人として。うん、ところが、これが刑事となると、原告側は検察官なんですね。 で先ほど冒頭に話がありましたように、検察官は全員日本国民、日本人、我々在日国れはなれないわけですね。するう、うん、と、経験上も、またいろんなところで格差があるんですね。やっぱり我々のマイノリティとしての経験と、日本人にしかなれない検察官の経験というのは大きなあのやっぱり隔たりがありまして、で差別の本質も、やっぱりそういった意味で理解のところがなかなか難しくて、我々は一生懸命、 被害者側代理人として、検察官にこういう資料あるよ、うん、こういうのは問題だよということをたくさん渡すんですけれども、うん、検察官が結局立証する立場なので、こ、うん、こでやっぱりあの資料が圧倒的にやっぱり民事と刑事では違ってしまうということになるし、うん、また判断する裁判官も日本人で、バックグラウンドがあまりにも違いすぎる。やっぱりそこで民事法廷と刑事法廷のやっぱり構造的な かなりあの難しさ、違いを感じましたし、さらに民事においても、裁判官がやっぱり日本人なのことは同じなので、我々が仮にどれだけ立証しても、やはり判断の最後のところでは、リスクが大きく残っているのではないかというふうに思います。で、私がその海外にちょっと留学をして、あの見たんですけど、例えばアメリカなんかだと、マイノリティ、ヘイトクライムの事件で、訴追をしたり、捜査をする。 捜査官ががイノリティ出身の方を当てたりり<ー>そういういやっぱりあの指針があるんですね、はい、結果は未だにヘイトクライムがものすごくひどいですけどでも一方でそういったその刑事もしくは民事の裁判手続き上をそのマイノリティ当事者出身の人がそこに関与できるメカニズムをやっぱり手だてをしている。 そういった違いは大きいかなというふうに感じたりしましたうん、うん、なるほどあのこうしたその司法の,こうあの課題というものがやはりこう過去にもこう浮き彫りになったのがウトロ地区をこう巡るやはりこう裁判もあったと思うんですよね。あの この京都府自治の,あのウトロなんですけれども、実はあの記念館がこうできてから、キョンモクさんと一緒に、えー、記念館をこう訪れまして、副館長の,あのキムスファンさんに、えー、中を案内していただいてというシリーズが、あの、このシリーズの中にもこう動画として上がっているので、えー、そちらも合わせて見ていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、改めてこのウトロ、あの、まあご出身の高校のコミュニティって、どんなふうにこう、あの、偶山の中でこう記憶されて、 ってますかどんなコミュニティでしたか、えっとまあ、楽しかったですね楽しかった思い出しかなくて、うん、あの非常に居心地が良かったあのコミュニティ温かいコミュニティでしたでもすぐ声を掛け合って両親共働きで忙しかったので、はい、私と兄がよく兄が私を自転車の後ろに乗っけて ウトロの中をよく学校から帰ったらもう遊びにこう遊んだり友達会いにこう自転車乗ってバーッと走ったら誰かが必ず声をかけてきて「はい、おつきいとかねなんかあと「お菓子あげようか」とか <laughs> そういう何て言うんですか本当にあの毎日中出たら誰かが声をかけてきて挨拶をしてお菓子どっかでもらってまた友達と遊んで、ね。はい だんだん暗くなったらまたどこかから誰かがもう帰らなあかんのちゃうのってなんかその通る人とかが <laughs> まあそういった大きな家心全体が大きな家今思うとそうだったなというふうに感じます。 うんあのこうした中で、まあ、ウトロというのはもともと戦時中にです、ね、京都飛行場の,こうあの建設計画がこう持ち上がりましてでそこにこう集められた、えー、朝鮮人労働者のこう方々のハンバのこう跡地にこうできたハンバをこう中心にこう形成されていったあのそうしたこうコミュニティがこが原点ですがところが、まあ、敗戦をこう日本が迎え、まあ、この飛行場のこう計画というのは、まあ、そのまま頓挫するわけですけれども。 でそうした中で、まあ、住人たちの預かり知らないところで、まあ、土地がこう転売されで、まあ、ここにずっとこうあの暮らしてきたこう方々があの出ていけと言われるというようなこ,うことがあの起きてしまうその中でこう裁判が起きていくわけですよね。あのこうしたウトロの土地を巡るこう裁判というのはーさん、どんなふうに記憶されてますか。えっと、そうですね私がおす 小学校1年に上がるちょうどその頃にどうやら裁判が起こったみたいなんです。で私、あまりにおそ幼かったのでそのその時は裁判というのは知らなかったんですけれどもただその、そそのうですねなんか物心ついた頃からなんかそのウトロの大きな今、ウトロ平和記念,あ記念館がある場所ではないですね昔のそのウトロの広場があったんですけど、うん、そこになんかこうみんな行って。 でなんかその立ち退き反対とか言って、デモをして、そこの周りを練り歩いたり、でなんかそういう何かそういったそのあこの住む場所について何,何かが起こっていてで、自分たちは出て行きたくないし、出ていくあの必要がないんだ、これは不当だということをなんか訴えている、まあ、そういった動きにあるということをだんだん分かるようになりました。でそれれがが後にあれがウトロ裁判だだったんとということを 知ったたんでですけれどもそういった形でえ私たちは出ていかなければい,かない,いけないのっていうふうに初め疑問に感じた、はい、うい、うん、いったあの出来事だったと思いますうんあの当時の,あの写真をあのいくつかお持ちということでお見せいただいてもよろしいですかはい、ちょっとあの私がちょうど住んでいた当時の,あの写真がちょっとあるので。 出てきたので年こういうふうに軒を連ねるというのがあの本当に合ってる表現かなと思うんですけどずらっとこういうふうにもう長屋の家がずらっと並んでいてここの自転車はこういうあの滑走していっていつも誰かが必ずどっかに誰か立っていて声をかけてくれたっていうような路地だったりとか、うん、あとはここは全体の風景、うん まとこ2階建てで新しく建った家もありますけど、うん、一方で、やっぱりね基本的にトタン屋根だったり、建物自体古かったり、うん、まあ長屋、1階建てが多かったですね。で、あの一番やっぱりね<ー>私の大きなあの強い記憶として残っているのは看板なんです。ウトロといえば看板。うん、で、これがまさに裁判が起こった当時以降ですね、建てられて、まだ裁判中。 のウトロのですけど、こういった住民の居住権を保障せよとか、まあ、ウトロふ、ふるさと、死んでも乗かないというふうに書いてますけど、うんあで、これはもうちょっと古くなってしまいましたけど、いずれにせよ自分たちがこういった立ち退き裁判にあの立たされていることは不当だということの内容を示す看板がずらっと立ってました。で、うんうん、これが裁判中のウトロの様子でしたし、 あのだんだん裁判が進むにつれていろんな看板もまた変わってっハングルの看板も、はい、書き直したりでさらにはハングルも、うん、で私もこのハングルの看板よく覚えてますけどこの向こう側が、えっと、自衛隊大久保中東なんですと、はいはい、行かれたら分かると思うんですけどでそこにちょうどこのだからウトロとの境にこのハングルの看板が立ってたんですけど何を書いてるかというと 一番私が忘れられないのはこれなんですよ。ウトロで住んできて、うん、ウトロで死にたい。もうこれがハンブルで書いてあるんですけど、うん、さっき日本語の看板もありましたけど、で、本当にだから、これを見て育ったので、私はだから、今思うと非常に熾烈な裁判闘争だったんですけど、一方で、こういったその、住民が本当に力と知恵を寄せ合って、 でそのこういった熱い思いとか、そのコミュニティへのこういったいろんな感情を、まあ、こういった形で表現し、残すためにあの、本当に必死で生きていた、まあ、そういった協力して、軒を連ねて生きていた、まあ、そういったあの場所ということになるかなというふうに思いますす、うんうん、ありがとううございますあのこうした。歴史に関してはあの記念館でもあの えー、副館長のキム・スファンさんにじっくり案内いただきましたけれども、改めて京目さんの、のクーさんからのお話をこう聞いて、いかがでしたかはい、なんかいろいろと考えてしまうことがたくさんあるわけですけれども、うん、当然ながら、あの先ほどから NHK のドラマから入ってですね、このウトロの状況とかをこう、多くの YouTube の視聴者の方々が初めて知ったり、あるいはより深く理解するっていう場合になってると思いますけれども、そもそも論として、ここでこう、 朝鮮半島の分断、それに伴う在日コミュニティの分断ということが起きてるっていうことで、韓国、または朝鮮っていう、その状況についてどのような位置づけで捉えていけばいいのかっていうことで、こう、まだこう、しっくり、あるいはどういう形で理解すればいいのかっていうのが分からない方がいらっしゃるだろうなっていうことをこう思っていながら、次のステップをどう提示していこうかなっていうのが私たちの課題かなっていうのが1点目で、もう1点目はやはりこういう状況について、実は あの韓国の人たちも、なかなか在日コリアンについて理解が足りないっていうことで、こう韓国社会がウトロ、あの記念館とかにこう訪ねてくる若い人たちがいるっていうこともよく伺いますけれども、あの朝鮮半島本土の方から、在日コリアンコミュニティについての学びのきっかけとして、もっと知ってほしいなっていう願いが一層強まっているっていうのが私の気持ちでもあります。ううん、うん あのそれこそこのウトロをめぐる土地裁判はまあ,あの司法がやはり、まあ、歴史的な経緯だったりこう戦争などをこう顧みずに、まあ、住民を守る立場を取らなかったということがありましたが、まあ、その後に、まあ、例えば市民の方々のこう募金だったりあるいは、まあ、韓国政府やあの財団などのこう募金を経て一部土地をこう買い取るということで、まあ、この土地問題というのは何と言いますか格好好きになりますけれども克服をされてきたという,こう経緯が あると思うんですよね。あのよくやはりこうまあ例えばこう韓国社会では在日コリアンのこう方々のこう経緯というのがよく知られてないんじゃないかっていうこともこう言われますけれども、ウトロをめぐってのあのこうしたあの関わり合いというのはクーさんどんなふうにあのご覧になってきましたか。韓国社会のですか。そうですね。はい。あの今金炯木先生おっしゃっていただいた通り、本当にあの全然知らない。 韓国社会全体で見るとですね、うん、全然知られていなくて、で、関わっておられる人々や NGO は、あの、根強くおられるんですけど、本当に一部の代わりに、本当に根強く、ずっと地道にしてきてくださっている。ただ、圧倒的多数は、ほとんどウトロはもちろんのこと、在日コリアンのことなんて、全然知らないというのがもう現状で、そこはもう正直、日本も韓国も、 全く変わらないというふうに私は感じていますし、むしろ日本の方が逆に、まあ、あのもう少し知られているかもしれないなと思うくらいに、はい、全く認知度がない状況です。う なのでまあこの記念館をこ,うあここに訪ねられる場所があるんだっていうことを一つの契機にしてあのじわりじわりとではありますけれどもどんな広がりがあの作れるんだろうかっていうことを私も注目したいなというふうに思うんですけれどあのあクーさん自身の,あのお話にまたちょっと戻っていきたいと思うんですけれどもあのここウトロをあのご記憶語ってくださる中で楽しかったっていうふうにねあの語ってくださっていたと思うんですが一方でそのクーさんがあの ウトロの出身であるということを、まあ、意識的にこう隠していた時期があったというふうにもこう伺ったんですねあの。それがなぜで、それがなぜまた変わる景気があのどんなふうにあったのかというところも伺っていいですかえっと、ね、まずウトロ出身であることは私にとって恥ずかしかったですね。で幼い頃は楽しかったんです。 ところが、だんだん物心がつき育つにつれて、うん、あウトロは貧しい、汚い、臭い、そういう場所と思われてるんだっていうことを認識し始めたんですね、それこそ中学、高校にな,り、うん、なってから、それで一歩、そのウトロを出ると、そのウトロのようにその、例えばウトロは雨がちょっと降るだけですぐに洪水になって。うんうん 私のお隣さんもすぐ床下寝室にすごく良くなったので、なんかすごく大丈夫ですかみたいに声かけたりとか、そういうことがよくあったんですけど、うん、でそ,そんなことがあった後に、必ず臭いんですよ、ウトロは。臭かったんですね。うん、で、私はその匂いものすごく覚えてるんですけど、でも、その同じ頃に一歩ウトロ出ると臭くないんですね、とすぐ横の場所が。そういういのをしたとにさらにこう まあそういうことがあって、夏だったりすると、またボウフラだったり、いろいろ虫もいっぱい出てきたりして、あ汚いんだなっていうことを、だんだん私はそれを気づき、社会の目がそういうふうに見ているっていうことにも気づいて、さらにウトロは危ない場所だから近づいてはいけないっていうふうに、日本社会で言われてるってことを聞いたんですね。ここれででんなに私に私とって安全で わが家、鍵をかけたこともほとんどないんですけど、うーんそれぐらい安全で居心地がよくて、あったかくて楽しい場所が、あ日本社会からは危ない場所なんだっていう、そのギャップにちょっとショックを受け、そのことがだん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 成長するにつれて、あことさら自分から言う必要はないしで、だん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 恥ずかしいと思うようになり、できれば触れたくない。 自分は、で、さらに弁護士になっても私はそれを言わなかったんですよ。で、あの、弁護士にまでなったのに知られたくないっていう思いがありました。うん、で、そのウトロはだん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 ネガティブで自分にとって恥っていうその過去にだんだん変わっていき、で、 それが弁護士になってもそうだったんですけど何がきっかけで変わったかなというふうに私ずっと考えてたんですね。でそうするとやっぱりその大きなきっかけは京都の朝鮮学校衆議ヘイト事件に関わったあの5年の裁判闘争の過程でそのあの時に私が感じたのは私は弁護士になったからということでウトロのことも言わないし 朝鮮学校っていうことも私別に言わなくて、来、うん、てきたんですけど、結局、そのことに引き戻される自分がいるんですね。うん。年になってさえも。で、かといってその事件を私は無視することはできなくて、結局関わりながら、うん、で、そうしながら、結局私はこの生い立ちから逃れることはできないし、ここから一生、やっぱり自分は逃れられないんだ、ということを感じ、で、そのことに、 またあのしんどさもあったんですけどでその時にね弁護団の中のある日本人弁護士が私にこういうことを言ったんですよ。うん、で京都の第一初級学校の時は私はその朝鮮学校がその校庭として運動場として公園を使ってたんですけどそのことを口実にやっぱり来たわけなんですけど、はい、で私がずっと弁護団会議で「うん、なんで公園を使ったんだ」ってず,にゆずっと言ってたら。 日本人弁護士が、えクーサーこれ公園の問題ちゃうよって言ってきたんですね。私もハッとして、これ差別の問題だよっていうふうに言われたときにハッとしたんですよ。うん、でつまり、私はそのあまりにも理不尽な差別をずっと受け続けて、自分の中に問題があるっていうふうに思うようになってたことに気づかされたんですね。うん、広がってみると、 なんでウトロに住んだのかなとか、なんであの場所で生まれたのかなって思ってましたし、うん、さらに朝鮮学校もなんで法廷を使った、うん、運動場を使った、公園を使ったんだとかで、結局それって私の存在自体への否定につながることなんですよね。それに気づいたときに、あ私のこの思考回路自体が、 積み重なった差別の結果ななんだなっていうふうに気づいたんですよ。うん、それとともにウトロに生まれたことが悪いことでもないし、朝鮮学校に帰ったことが悪いことでもないし、うん、さらに遡のれば自分がコリアンとして日本で生まれたことは何一つ悪いことじゃなかったっていうこの本当に当たり前のことが、うん、30何歳になって私はやっと堂々と 言えるようになったんですねで、うん、その後押しがその弁護団会議での彼の発言とさらに2014年で最高裁で確定した、うん、あ日本社会もそう言ってると、うん、それを通じて私はやっとあこれは別に隠したり自分の悪い恥ずかしい話でもないという当然のことをあの身をもってあの実感したっていうやっぱりその流れになるかなというふうに思います。うん うん、例えばこうしたこう差別の問題ってやはりこう踏んでいる側のこう問題といいますかこう構造的には、うん、でその踏んできた側の構造的にそちらがどういう,こう声を発するのかということが問われてくるそれはあの2021年の8月に起きたウトロでのこう放火事件でもあのとても問われた ことなんじゃないかなというふうに思うんですね当時二十二歳だった男性がドロはあの在日コリアに不法占拠されているというデマをあの信じでネット上を沸かせてやりたい等の,あの、まあ、動機をこう掲げて放課に及んで,であの先ほどクーさんがあの 見せてくださった看板もこれからの記念館でのこう出番を待っているという,こうところでしたけれどもそれがやはりこう消失していったという,こうあの経緯もありましたこの放火事件非常にこうあのまあ当初はそのしばらくあの放火とは分からなかった時期がありましたけれどもまあ事件からしばらく経ってこれが放火だったということが分かっていきあのこうしたあのことが知らせがこう届いていったときさん どんなふうに感じましたかそうですね、本当に、うん、まあ、私は初め、ぼやだと聞いた、しっか聞いたんですよね。しっかって皆さん単語からしたら、なんかぼやを想像しませんなんかちょっとくすぶってく、うんうん、なんか煙がね。うん でウトロ放火,放火じゃなくて、はじめ、失火っていうふうに聞いて、あ、失火か、まあ、さらに私は、ウトロやっぱり来たかとは思いましたけども、でも一方で、失、まあ、火か、まあ、ぼや程度想像したんですけど、その燃えた後の写真と、でさらにそ,のそれが放火だって知ってあの、看板がですね、全部燃えてほとんど。 燃えてしまったって聞いたときに、もう本当に崩れ落ちそうなんですね。うん、なんとも表現しようがないんですけど、なんかバーっと頭の中に浮かんだのが、その燃えた後のその何にもなくなったその燃えた後の跡地の写真をちょっと見たんですけど、そこ、私がたまたまそのあの別の場所にいたので写真で見て、まあ、そこに自分がいて、 で、看板もあって、それがなんか火でバーッとこう、ぐちゃぐちゃにされて、バーって燃やされてる絵がパッて浮かんだんですよ。うん、明け方なんですけど、突然目が覚めて。うん、で、なんか自分が燃やされたような気がして、それですごい涙が出て、あの、止まらなくなって、すごくワン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 泣いたんですよね。で、その看板、 の意味が、その歴史資料館に残ろうともしていたところでもあるんですけど、結局あれって私、ウトロが亡くなったこと自体、私にとっては非常に不当なんですけど、それでもその看板があったことで、自分たちのその大変で、こうやって反対し、でも希望を見出して、それがだんだん平和の看板に変わっていったんですよ。地球の絵とか、うん、うん、だから、そのすごくきついスローガンから。 だんだんハングルのスローガンも出てきて、熱い思いと、さらにその団結した気持ちと、そこからあの国際人権規約と、国連のいろんな社会的な注目を浴びて、平和に向かっていくウトロ、これを不十分ながらも表現していたその生き様まが、なんかそれさえも存在する価値ないよ、お前らって言われた気がしたんですよね。で、そのメッセージってね、本当に、 先ほど安田さん冒頭に生きる価値ないっていうふうにそのヘイト事件を表現されましたけど、私にとってそういうふうに迫ってきたんですよ。うん。あ、私生きる価値ないなって言われてる気がして、もうだから本当に衝撃。ここまで来てこれかという、あの、本当に最高のショックを味わったのがウトロ放火事件です。うん 先ほどからのお話、夏木さんのお話になった通り、その被害の立場の人、そして加害の立場の人がいるわけですね。で、重要なのは、私たち自身が、それは、あの、傍観者として、こう、距離を置いて、第三者であるっていうふうに思ってしまう、多数のマジョリティのうん、うん その自勢というか、もう一度その立ち位置の見直しっていうことを強く求めたいなっていうのが繰り返し今日だけじゃなくてもあるんですけれども、そこをちょっとこう、この動画を見る方々に繰り返すまでもない方々がご覧になっているとは思いますけれども、その傍観者としてなってしまう。ひたしたら私たちは忠実ですからみたいな言葉がですね、暴力に加担してしまうっていう構図について、 あの繰り返し強調させていたただきき、うん、いいいなとうここをしつく言てまや本当に大事な点ですしどうでしょうそういう意味ではあの事件が起きた当時の、まあ、例えばその社会の反応だったりですとかあとはやっぱりこういうヘイトクライムがこう起きてしまった時っていうのはいわゆるガバメントスピーチとして公権力がそれを抑止できるようなこうメッセージを発することができるかっていうこととてもあの問われてくるわけですけれども当時のその まあ反応っていうのは、くさんどんな風にご覧になってましたか。まずその公費力による意見の表明なんて全くと言っていいほどなかったですよね。そこが私もまあ非常にアメリカなんかと比べてももう残念極まりないところですし、もう今も昔もまあそうではあるんですけれども、やっぱりそのそうですね。特にこの起こった。 当初、その後いろいろ報道はありましたけど、当初とそのこの問題が裁判になっていく過程においては、日本社会の反応っていうのは非常にほとんどあんまりなくって、いつも、いつもその、こういうことに関わっておられる方々による、そういった反応しかないっていうことが、私たちはこんなに痛いのに、まあこの程度なんだなという、やっぱり逆にその反応によって、 余計にやっぱり傷つく、やっぱりそういう面はあったかなというふうにははい思います。うん、うん、はい思います。本当にそうですね。高権力者がどういうふうな反応をするのか、あるいはその差別っていうことに対してどんな認識を社会の中で広げるのか、いろんなこう社会のこう課題が。 ある中でもちろんその、まあ、例えばその司法の構造だったりですとか今日お話しいただいている通りそれからこう法律だったりですとかそもそもあのこうしたことをこう裁く仕組みというのがまだまだこの社会の中には不十分でであのこれまであの弁護士として活動していらっしゃっていろんなこう、まあ 課題だったりあの問題意識をこう持たれてきたと思うんですけれどもあの今の時点であの空さんが何かその弁護士としてあの関心を持たれていることだったりあの目指していることなんかはいかがですかそうですねまずはそのもちろん日本でそのこういった差別つまりヘイトの問題についてきちんとその法的な立て付けとしてのやっぱり法律ヘイトクライムに関連する あの法律が必要だと思いますしでそれに合わせて、このヘイトの問題について、やっぱり裁判官、検察官、まあ、弁護士は結構知ってる方ですけど、この司法に関わる人たちのトレーニング、このヘイトの本質についてのやっぱりトレーニングが必要だ、まあ、捜査機関含めて必要だというふうに思いますし、でさらにその大きな差別っていう問題で広く捉えますと、 やっぱり日本においてその包括的な差別禁止法をやっぱりあのより広くマイノリティとかいろんなその差別自由に応じたものを全部包括する差別禁止法が必要だっていうふうに考えています。で、私自身がそのいろんな今もちょっと研究をしたり海外でいろんな経験をしながらえっと、まあ、日本なりアジアに足りないものとしてあの人権裁判所 というものがあ<ー>あの、長期的な夢ではありますけど、そう、はい、だなというふうには思います。つまり、うんうん、私が弁護士としてしんどかったのが、日本の国内の民事刑事法廷しかないんですね。つまり、人権侵害とか差別が起こったときに、これをじゃあどうする、民事裁判にもしくは告訴、まあ、これしかないんですよ。ところが それってなかなかその憲法的価値とか人権の問題を直接扱うことにはやっぱりなかなかえっと十分ではない部分があって海外なんかとえっと政府から独立した人権救済機関が憲法裁判所があったりするんですねでも日本はそのいずれもないでそさらにそのまあ国連はありますけど個人通報もできないという状況の中でやっぱりそのそういった 大きなメカニズムとして、国内の裁判所のみならず、アジア全体の人権問題について、あの扱うアジアの人権裁判所というものが、やっぱりできたらいい,い,いかなというふうに考えています。うんそれこそ今、京ョンモクさんがいらっしゃるあの、ま、欧州ですとヨーロッパですと、その欧州人権裁判所がありますけれども、はい、今のお話、どんなふうに聞かれましたかあの社会的に人権っていう概念が まだ根付いていないっていうのが東アジアの状況だと思います。うんうん、ですから人権ってとてもこう遠い存在であるっていう私たちの社会に小学校あるいは家庭の中から人権っていう概念をですね、当たり前のように空気のようにこう接するこう場を作っていくっていうことが一番大切なのかなっていうふうに思っていまして、やはり私にとっても学校教育の中で人権っていうのを大学で教える立場になって あるいは大学院に入って、初めて人権という概念を真剣に接するようになったということ。これあの、反省でもありながら、大人たちがそれを教えてくれなかったっていう,う悔しさもありますので、あの、大人になった今、人権という概念を当たり前の批判として広げたいなっていうふうに思っています。うーん その空気のようにこう触れていくという意味ではあの教育というのは本当に大事な軸足になってくると思いますし一方でその教育の畑ではなくってさまざまなこう文化面においてもどんな風にそれをこう反映できるだろうかということが一つ問われてくるのかなと思うんですけれどもちょっとあの最初の話に戻ってしまうんですけれども、まあ、NHK の朝ドラ「あの虎に翼では、まあ、例えばその関東大震災の朝鮮人虐殺に触れたりあるいはその日常の中のその あの差別が在日コリアに対して、こうもたらしてしまった、その冤罪事件なども、こう描いています。で、あの、もちろん、もうもっとこう、差別問題を踏み込んでいいんじゃないかっていう、こう声もあってしかるべきかなというふうに思うんですけれども、どうでしょう、あの草のこのドラマ自体を、あの。 こう連続してご覧になっているというわけではないと思うんです。けれども、あのニュースだけではなくて、例えばこうカルチャーの中からこう。差別の問題をしかも正面からあの描いていくことの意味で、クーさん自身はどんな風に考えますか？私はあの非常に重要。だと思っています。あの、ちょっと冒頭でも出ましたけど、やっぱり何も知らなくても、例えば映画やドラマや。 まあ音楽やある時はアートなんかを通じてその何かテーマについて、まあ、差別であったり人権であったり何か重要な歴史的なテーマについてやっぱり興味を持つやっぱりその見えなかった見てこなかったものが一旦見えるようになるっていうのがやっぱり一番重要な始まりだと思うんですね、うん、でそういった意味であの誰もが普段毎日接しているそういった文化カルチャーからそういったことに気づく きっっかけになって、うん、で、そこからあの気づきを得て、またあのさらに深くやっぱり入っていったりとか、広く、ま、やっぱり共有されるテーマになるっていうのは、私、非常に大事だと思っていますし、それが今後、その在日コリアンの問題であったり、日本の差別や人権の問題を改善していく大きなその社会的な基盤、 になっっってていいくことをやっぱり願っていますそういった意味で今回のこの「虎に翼の,の朝ドラがヒットしてること自体が私非常に嬉しい。あ日本社会もあの、まあ、こういった言い方するとあれですけど捨てたもんじゃないなっていうふうにテーマ自体がやっぱりある意味重いじゃないですか関東大震災の朝鮮人虐殺もそうだしいろいろ重い,い一見重いんですけどでもそれをきちんとやっぱりそういったものを通じて触れて。 やっぱりその、しかもそれが社会的なこう、あの、ムーブメントにつながっていく、なんか話題性になってるっていうのは、私非常にいい、あの、ものだと、うん、<laughs> あの個人的には考えています。 うん、なんかこのカルチャーシリーズの、なんかこう目指すところを、全部今クーさんがあの言語化してくださったみたいな。<laughs> ありがとうございます,ます。ありがとうございます。今日いろんなお話はあのくうさんからいただきましたけれども、うん、最後にきょんもくさん。今日のお話聞かれて、改めていかがでしたか。はい、あのくうさんが全部きれいにまとめてくださったので。<laughs> それを私があえて、また、あの触れることはないと思いますけれども。重いテーマである、内容がですね。 朝ドラで扱われてるっていう、またその背景にモチーフになることが、あのモチーフにすることができるように、あの在日コリアンの戦い、そしていろんなこの活動、運動があったからこそ、モチーフ化できるようになったというふうに思うんですね。うん、でこれはこと、在日コリアンだけの話じゃなくて、まだ言語化されてない、あるいは記録として残ってすらいない多くの。 人権侵害。これは国籍やいろんな立場を超えての話です。でそういう人たちのこう状況を、その先に来た外国人、移住者としての在日コリアンが、また同じように日本社会に共に生きる立場の人たちの,あの問題として関心を寄せて初めて、あの外国人として日本社会で共に日本人のコミュニティと仲良く過ごせる社会が築けるんだなっていうふうに思っていますので、 これをこうエスニックの対立構図としてあまりこう真剣に起きすぎないっていうことも重要なのかなっていうふうに思ったりもします。 あの本当にこう間口はこう様々だと思うんですけれども、まあ、あの朝ドラかもしれないですし他かのこうカルチャーかもしれないんですけれどもでそこからこう興味を持った方々が例えばその日本の中でこうあの何が起きてきて実際にこうどんなこう壁があってそれってじゃあどんなふうにこうあの解消していくことがあのこれからできるんだろうかということをあの一つのこう考える契機としてこの動画をこう見てもらえたら嬉しいなというふうに思います。と <laughs> ということで今回の ゲストは弁護士のクーリアンクさんを迎えしましたどうもありがとうございましたありがとうございましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします